ホルヘアレハンドロ・ニューベリーメディアを再生する。ホルヘアレハンドロ・ニューベリーは父親がアメリカ人のアルゼンチンの航空の先駆者である。アルベルト・ブラニフ、ホルヘ・チャベスラと並んで初期の南米のパイロットの一人である。父親はニューヨークから南北戦争後にアルゼンチンに移住した司会である。1909年4月9日、アルゼンチンの新聞ブエノスアイレスエル・ナシオナルに エリノーティカと題する航空に関する最初の記事を書いた。それまでにホルヘは気球のパイロットとして4度アルゼンチン上空を飛行していたが飛行機についてはまだ見たこともなかった。兄弟のエドアルド・ニューベリーもアルゼンチンの航空の先駆者でホルヘも設立に寄与したアルゼンチン航空クラブのメンバーであったが1908年のアルゼンチン最初の 軽気球の事故で死亡した犠牲者の一人となった。ホルヘはアルゼンチン飛行クラブの副会長であったが、エドワルドの死により副会長を辞めた。家族に一旦は飛行も辞めると約束したが、その約束は守られなかった。1909年1月24日に気球による最初のアルゼンチン一周飛行を行い、4月2日に2回目の飛行を行った。 1909年にはアルゼンチン飛行クラブの会長に選ばれた。1910年にはブエノスアイレスで開かれた国際博覧会に参加し、観客を乗せて気球で会場上,上空を飛行した。1910年頃には飛行機がアルゼンチンに入ってくるようになり、ホルヘも最初のパイロットの一人になった。1912年にアルゼンチンは、 南米で最初に空軍を設立するが、ホルヘも空軍の創設を推進した。1914年3月1日、面倒さで墜落事故を起こし、死亡した。ホルヘニューベリーの名前は、ブエノスアイレスの第二の空港、ホルヘニューベリー空港に命名された。ありがとうございます。